こっからチェックできる、はい、え、どれ、あ、なんかちょっと早そうよね、まあ、来てます、ちょっと待ってください、まだちゃいますかね、あー、まだっすね、すごい、これ真下ないやんで、空いてるんで、はい、多分ここに止めます、ね、止めますか、はい、ちっちゃい車が入ってくるんで勝ったらしいですね、はい、そうです、シレットですか、予告シレットっすよね、あ、なんか俺らは別にそんな聞いてなかったっすよね、聞いてなかった、あ、うん、でもだからまあ俺は軽く聞いてたけど、うーん、あいつ俺には全然連絡してこなかったっすおかしい、ね、おかしい、うん、順序が違うけど順序が違うけど交わしていただきます社長っていうね、社長交わしていただきますやけどな、勝手に買ってる、勝手にね、買ってんすよ、で、なんでかしらね、これなんでくれたん、これどれどれどれ、バカタレが、あー、だから新しい事務所ができたということで、お花も来るんです、またなんかバーベキューでもしてくださいって言って、あ、お肉はぜひうちで買ってくださ い、あ、そういうことね、あ、すごい、バーベキューコンロじゃないですか、あの下のね、バカタレさんがね、はい、なんでかしらね、バーベキューコンロくれたんです、ありがてえっすわみんなに支えられてる、もちろん新車を買われたんですよ、袋さんは、そうそう、新車、新車、新車で、なんでかしらけどキャッシュで買ってました、え、いや、マジその辺聞いた方がいいっすよ、なんでか分からん、森田がキャッシュで買ったわけじゃないですか、はい、レンジローバー、はいはいはい、その後に彼はキャッシュで買いましたそのテレビの企画でもないのに、はい、以前はキャッシュとかじゃなくて絶対ローン組んで買う人だったんで、そのローンのね、良さを俺らに語ってたもんね、ああ、車のローンの、うん、こうやって買っていけば一生ローンでいけんねん、はい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 、はい、っていうのを語ってきたんですけど、はい、なんか俺がローン、あのキャッシュで買った後今の車をキャッシュで買ってました、なんでなんですかね、なんか手元にあるってことはある、まああるってことはあるってことでしょうけどね、それ別にでも、でもね、ローンでええやんっていう、いや車よくローンの方がいいって聞きますね、はい、うんうん、で俺は借金嫌やから、あ、なるほど、はいはい、月々の引き落としが嫌なんで、なるほど、あのキャッシュで買ったっていう、はい、感じなんですけど、それも勝手に自分で決めてキャッシュで買える、はい、何の連絡もなかった、何の連絡もなかった、キャッシュでっていう連絡はなかったですね、キャッシュという買い方を真似させてもらってもいいですかあ、来た、すいさんどこに、あ、今開けましょう、開けましょう、開けましょう、え、ちょっと思った感じと違うの、多分あれや、わ、怖、はいはい、あれ、なんか思った感じの車と違いますね、そうなんです、え、これですか、いや、多分これやと思う、グレーですよ、グレーですよ、アウト、あれですよ、あれ、出てきた、あ、出てきたなんか、あれ、ライトついた、ライトついた、ポン消えんのかな、あれあれ、え、エンジンかかってないえ、大丈夫、あ、消えた、ヤシブクラやめろ、ヤシブクラ、ブクロって言ったら俺らやと思う、そういうこと、ヤシブクラ、なんか全然違う感じの車、そう、なんかあいつ分かんないんですよ、その好みが、スポーツカーじゃないですか、そう、ほんまちょそんな感じ、まあ、ブクロのね、新車、初お披露目はそうですね、済んだから、だって、これ靴下あかんねんで、上から、え、再来週の、ゴルフ学校でちゃんとアップするように準備してはんねんから、まあまあでも靴下あかんねんで、今まあ、なんぼあれしようが、上からの絵はうちしか向こうは多分上からの絵見、昨日もおしゃって言ってましたね、そういえば、あ、じゃあ今も、の大雨の中、嵐の、ええー、嵐の中納車、びっしょびしょの初日なんか嫌です、なんかええな、うん、秋さん、ありがとうございます、はいはい、
写さしてもろたでも写さしてもろたでありがとうな先もらうわ上から写さしてもろたで車うんああ捕まんといてください上からも上からもダメすごい静かに屋根のあれダメあダメですなんかさなんかさ東袋って叫んでるやつおらんかった外でおらんおらんかったああじゃあ聞こえてないよかった聞こえてないなんか色がね、イメージ、グレーのあー、ダメですグレーあれ、ナルドグレーじゃないあれ、ナルドグレーやあー、ハイエースハイエースのそうでもないしそれ、連絡なかったグレーとかいう情報もダメですえ、情報ダメなんでいつまであかんのなんであかんのグレーいや、その、ゴルフ学校の方でやるゴルフ学校、色もゴルフ学校あー、ダメダメ全部すいませんグレーもあえアウディもアウディアウディアウディはあかんのアウディじゃないんかそうかアウディごめんごめんごめんアウディじゃなかったごめんごめんごめんでグレーでもなかったごめん違うか違うグレーじゃないアウディでもないはいやったら使えるからやったら使える違う違う違うな違うよ車じゃないから車じゃない車じゃない車じゃないね何だトライクやろトライクトライクあれトライクって言うんかなトライク最近は知らなかったけどトライク乗ってきたんやトライク乗ってきた昨日大雨でトライク乗っちゃったトライク乗っちゃったトライク乗っちゃったすごいよこれあの西成にあったトライクのあれはそれでもさ台風ですけど別の日にずらしましょうかみたいなことはなかった言われましたよ言われたいや普通ずらした方がいいよねいやでももうないから撮影してあれできる日がないからあなるほど、はい、ゴルフ学校中心の生活やな、車はで、なんか、いいの車は出しても、別になんか前なんか、すぐバレるから嫌やみたいな言ってたけど、差してていやいやだからまあまあ、うん、その別に YouTube に出してるのはあるけど、うん、前の車は目立ちすぎたから、うん、今回のはなグレーやもんなグレーあーちゃんグレーじゃない目立たない目立たない目立たない色目立たない、はい、あのトランクもう目立たないストライクあのトライクはもう目立たないグレー、まあ、色とかないから、ね、色とかない色という概念がないマジでマジで何色かマジで分かんないはいほんでみんな、はい、みんな、はい、あれなべちゃんがそわそわしだしたね来たか今日の新打ち今日の新打ちやもう止まっちゃってるんですけどえ上から飛んのこれもう上から飛んのどこうわ来た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 どれあ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 れやうわかっこええやん7歳ぐらいの時に実家に初めて車来た時思い出すわこんなんやって来た来たって俺ベランダから見たもんほんまさどいつもこいつもさちょっとだからそうなんですよだから昨日納車今日納車でしょそうだからまたもね袋にそのディーラーさんを紹介していただいてというか、湯川優子さん、あはい、お世話になって、金色の、この間行ったじゃないですか、練習したとこね、そうそうそう、はい、あの方にを袋さんから紹介していただきまして、で、まあ、間に入ってもらって、僕も車を買いましたっていうことなんですけど、今日は何ですか、たまたまこの時間、納車なんですか、はい、どいつもこいつも俺に感化してね、感化されてね。車買ってんすよ確かにで俺3月ぐらいに買ったレンジローバー、はい、いつ来んねん遅いないつ来んねん俺のやつ詐欺ちゃいますずっと書類とか出すの忘れてたからそうそうそうそれずっとけえへんわそういうこと、うんいや、それもあるし、あ、もう俺らの会話なんかどうでもよくて、どうしたらいいかなと思って、じゃあ行こう、下行きましょうか、すいません、すいません、そのままドライブ行こう、あ、いいね、行こう、え、運転さして、俺、一発目運転さして、一番がええよな、どいつもこいつもさ、本当に、もう完全にでも森田さんに、もう鍋ちゃんは、あれですよ、完全ですよ。まあその袋もそうですけど、これ変かこれ。これちょっとこれさっき届いたこれだけ紹介しといて。何なんですか？こんなくらい。これオールナイト藤子で、うん、森田のカバンチェックみたいなので、うん、0.02mm のコンドームが見えましたと。
で岡本さんがありがとうございましたっつって大量にあの岡本さんが大量ですね、大量に送ってくださいました。すいません、レンジローバーのトランクに全部詰ましていただきます。もうこれからは僕カーセックスしかしないです。すいません、もう俺は本当に原田龍神相撲でやらせていただきます。これ中入れとこうか、中入れとこうか。あ、そうですね。じゃあ行こう。いや、じゃあもうさあ、みんなどいつもこいつもいいよね。景気がいいですね。景気がいいっすわ、本当に。いつや俺の納車。相当なんだ。なべちゃん見たってもう旧車やし、色も白やし、本当にもうレンジローバーと一緒ですから。完全に。完全にマネー。袋マンまだグレーなんで別に許してあげますけど。グレーちゃうな。グレーじゃない。許してはあげますけど。出んねやろ。え？出んねやろ。どうか。今じゃないし。ずっとブツブツ言ってる。相乗効果になるんじゃないですか。こっちちょっとだけ。ちょっとだけ見せて。見てくださいって。お前だって俺のやつよりか断然ピカピカやろ。うん、何するピカピカ。ピカピカやろ。だから中古。ピカピカ。まあ、中古中古俺の。中古よ。袋のはピカピカよ。うん。だって、聞いて、はい、今日ロケやってたんですけど、うん、途中休憩時間あったんですよ、うん、で森田は楽屋で寝たんですよ、うん、袋は、袋も休憩するって言ったら、うん、あ、僕駐車場で休憩しますって車のとこ行ってかわいい、狭い車で。説明書をね、学ぶ。説明書か、ね、18歳でしょ。ナビの使い方全然わからないね。すいません。来たん、鍋さんの。人生初よ、だって。うわ、よっしゃ、こっからバラエティーモードで行こうか。あ、どうだ。たけしさんですよ。なべちゃん、ちょっと俺チャリ取ってきていい？つける気や。バラエティーモードで行きたいねんけど、こっから。あれです。うわ、かっこいい。かっこいい。いいよ。昨日ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、出た。いや、綺麗しかも。うわ、やっぱでかいな。でかいっすよね。長い。めっちゃかっこいいやん。何メーター？ちゃんと砂を描きます。もういいよ。これ運転むずいんじゃん。運転めっちゃむずいと思う。俺めっちゃかっこええやん。まあでもええやん。嬉しいわ。え、運転むずいかな。お前やっぱじゃないの。一般的に言われるんだ。嵐の納車をなんかいやいや言ってたけど、俺夜の納車もどうやな。そうだね、俺。色、色分かる。色分かる。本当こあれやわ。劣悪なコンディションで、納車を押して、初めての納車。何年前送りましたっけ。え、これ平成3年だから20。あ、平成3年綺麗やな。あ、綺麗。うわ、いいやん。うん。あ、結構乗る荷物。いやいやいや、まあ、ずっと暗いです。俺のいいやんが響き渡ってるだけ。黒い塊にしか見せてない。でね、状態いいっすね。いや、これいいですね。で、あのドアの閉める音がめっちゃバンって閉める。カチャって感じ。え、ドアのね、閉まる音がかっこいいんですよ。ああ、うん、あんまり、まあ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 、予想はしてたけど、袋の車で音を確かめてる。正直コントで使う時もそれぐらいの音鳴らすけど。うん、はい、でも色がそんなめっちゃ真っ白じゃないから、まあ、いや結構ね、でも白やの。あ、いいね。ちょっとクリームかかってんやん。え、これ何万キロぐらいのやつなんですか。あ、9万。あ、俺と、その辺も俺と一緒やで。俺も9万キロやもん。ね、結構ね、状態いいやつですよ ね。全然少ないじゃないですか。はい、いや、バリかっこいいな、やっぱボルボ。いいね。神戸まで行ったんじゃっけ。神戸まで行った。神戸まで見に行ったよ。え、これ神戸にあったんですか。神戸に見に行って、試乗せずに帰ってきて。かっこいいな。え、雨やったんですよ。で、怖くて。バリかっこいいやん。かっこいいですよね。いや、いいっすよね。やっぱ俺たちはこれぐらい角張った車が好きですからね、男は。これいいっすね。俺のラングラーに憧れたに比べて、あの、あれですかなんや、あのなよなよした流線型は、空気抵抗を一切感じさせないような流線型はなんやね。だから速いね。ちっちゃいな、車。モザイクね。やめてやめてやめて。あかんこれね、ドアの音がいいんすよ。あかんかへんねん。開いてへんねん。何してんねん。あかんぞ、ほんま。いいっすね、ここなんかハンニバルレクターみたいにしてるんですよね。いいですね。あの、ハンニバルレクターの捕まった時のやつ。いいっすね。鍋ちゃんのや。
なんか趣味、まあまあ、趣味が変わったんですね。趣味が変わったんですかね。まあまあ、ちょっとね、いや、ほんまはね、ラングラー系のディフェンダー乗りたかったんですよ。はい。レンジノーバー乗ってもったら。レンジノーバー。レンジノーバー乗ってもったら。俺、バッタマン乗ってないですよ。レンジローバー。レンジノーバーっつった。え、戻っていいんですか、ナベちゃん。大丈夫です。あ、行きましょう。じゃあ乗りましょうよ。移動しようか。はい、移動しましょう。あー、難しい。はいはい、ありがとうございます。いや、これ下げられへん。シートベルトないの？いや、あるよ、あるよ。あるあるある、それ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 。あ、それです。横についてるやつ。ちょっとあんまり乱暴にやらんといてほしいけど。ブクロ。これだって伸びひんね。ちょっとさ、ブクロ、やめてあげて。ブクロ、ガサツやぞ。ねえ、俺はちゃんと大きい使うね、こういうのは。ここは。なんか頼むわ、ちょっと。ブクロ、ほんま、ちょっと。挟まってるね。もう今バラエティやめてほしいね、ブクロ。どう？いや、これは別にそこまでね。ガサツやわ、ブクロは。すごいよ。中古やからな。中古や。ちょっとなんか、ほんと、あれやな。なんか、あれ？自分切ってるからな。いや、その、ちょっと待ってよ。まあね、そうですね。おい。これで。はい、言ってくれよ。俺も、こんな状態で嫌なんすよ。これは嫌やな。ちゃんとしたいですよね。で、ずっと、ずっと、なんか、うわー、ベタやな。見て、そんなことしてる。外車やから。外車やから。逆なんすよ。逆なんや。俺も昨日やったから大丈夫。大丈夫。そっちが。それはな、マジで確認してから行った方がいいで。ウインカーと。ほら、外国でめっちゃ怖かったもん。真ん中か。で、ブレーキ踏めないの。ブレーキ踏んで、サイドブレーキか。バックか。バックやろ。まあ、行けんことないんかもしれない。意味やもんな。うわー、怖いな。切れよ、切れよ。切れよ。分かった。ちゃんと。あ、違う、ナベちゃん。逆や、逆に。逆、逆。あの、今バックしてる。そう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 。この状態。うわ。俺は優しく教えるから。で、ハザード切ろうか。いや、これね、あれですよ。これはね、シートベルトがね、僕のがね、閉まってないみたいな。閉まってないみたいになってんの。ちょっと、もう一回あれしたら。ちょっと待って、ちょっと待って。一回。これ、落ち着こう、全員で落ち着こう。偉い人は車コーターで。で、初めてなんですよ、乗るの。シートベルト硬。そうやな。よっしゃ。いけた、いけた。あ、ちょっと今人おるからね。気付けてな。ありがとうございました。ありがとうございました。でも、これやろ。これが旧車のいいとこやろ。いいとこなんか。愛すべきとこやろ。まあね。これどこ行くの？どこ行くん？どこ行く？メシ、メシ行こうや。メシ行こう、メシ行こう。赤い赤い、よかった。海行く？な、指示ください。どこ行く？何行く？ちょっとあれは？何？袋が言ってた韓国の。あ、いいやん。韓国料理。袋が愛する。で、山手通りやから走りやすい。これじゃあ左。ええなあ、ボルボ。かっこいい、かっこいいのバス。めっちゃいい。後ろめっちゃ狭い。うん。後ろバリ狭。綺麗。綺麗よね。張り替えてんの、これ。え、でもさ、あれ？もう、あれ？ペッコやん。なんだ、なんだ、ペッコやん。あれ？なんか、え？買ってるだけやん。ちょっとあんま、粗さが捨てといてほしい。中身買ってるだけやん。あれ？入れ忘れてますよって中の綿。防音性。これもう落石とか来たら終わりやん。落石来た。大丈夫ですか？これもう手動なんですよ、これ。こうやって。うわ急車やな。うわめっちゃええやん。でもなんかタイヤとタイヤの間が狭いらしくて小回りが効くっていうのがなんかね、俺もハイエースよりだいぶこう幅が狭い気すんな。ナベちゃんごめん、イージューライダーかけて。青春やん。ブルートゥースでイージューライダーかけて。一番右。はい、ちょっとや、ここでいいっすよね。そうそうそう、まあここだったらいいや。まあまあ、あそこ右折や。どうするどうする。いや、だからあそこ右折や。え、右折するの？あそこな、あの信号な。え、どこ行くん？行って、途中から右。いや、分かってるけど、このタクシーの後ろに入ったら。え、どこ行くんすか？池尻行くの？三茶？三茶池尻。三茶方面、一回三茶方面まで行こう。とりあえず、その店行くかどうか別として。別としてね。緊張するわ。ダメじゃん、前との車間距離さえ取っとけ大丈夫やから。はい。うん、山根さん味方っすもんね。うん、味方味方。いや、敵おらん。袋は敵や。別におらんよ。袋めっちゃガサツにやってたんで。いやいや、じゃあ俺がフラット。はい。なめちゃん、俺がフラットやから。何をどう中立。ドアをガシャンって。ガシャンもやってたし、あのシートベルトもなんかガッチャンガッチャンやってた。車間距離と、あのブレーキね。ブレーキちょっと早めにね。はいはい。あ、けど全然、なんか。まあスムーズやん。いい感じです、いい感じ。前よりね、いい感じで。あれ運転しやすいんじゃないか。ブレーキな、なべちゃん。あ、そうですね。ちょっと遅いですね。今のもちょっと遅いですね。普通にできてる。うん、全然。高速乗る？いや、高速怖いやろ。これ右手。いや、いや、すみません、すみません。騙されるな。右行ったら高速。これシートもかっこいいな、これ。かっこいい。革でね。え、これなんか別で発注したんですか？もともとオリジナルですか？あ、オリジナルというか、
多分前の人が代わりにしてくれたと思うんですよね。これなんか心臓のバクバクに自分で、ね、これぐらい早かったらやばいで、今これぐらいなんですよ。メトロノームやもんな、ただのこれ俺今心臓の動きこれぐらいなんですよこれいい、そうじゃない、心臓と連結してるのこのシートベルトこのだいぶ最新やん、心臓通ってるもんシートベルト、いやいや、ここで返してる、まあ、これ失礼な話でお金、ね、値段は言えないと思うんですけど、あ、全然言っていいですよ。どのぐらいなんですか。だいたい400万です。あ、いいですね。しっかり。てか400万ちょうどですね。はあ、ちょうどにしてくれた。はい、400万でこんだけカチカチ言ってたらよくない。これが何なの。プラスな。これなんでこれにしたんですか。このボール、いろいろあるじゃないですか。旧車としてもいろいろ。はい、いや、そもそも森田さんに影響されてます。ボール、ボール。いや、レンジローバーを、レンジローバーラビットで買い張ったじゃないですか。買いました。で、その後ブクロと喋ってたらブクロも買い替えるみたいな話をしてて、感化されて、ね、で、はい、で車買うっていうことしてみたいなと思ったんですよ。なるほど、はい、そもそもあのボルボ240エステートなんですけど、はい、かっこいいなと前から思ってて、はいはい、で、作家の先輩の方が乗ってる、ほうほうほう、乗っててその時にかっこいいなっていうのを思ったんですよ。なるほど、はい、でもよう喋りながらできてるやん運転。ありがとうございます。いいね、前そんな余裕なかったよな。もうね、はい、コカドさんがね、これのセダン乗ってんすよ、ね、ああ、そうだね。あ、うん、あ、よう見るな、テレビ局で。そうかっこええね、あれ、めっちゃ踏むよ。まあ、いいっすね。いいよ中目、あ、中目ちょっと難しいですね。ここね、ここちょっと工事とかあったり、ね、あれ、ウィリー背中にやったからいけるか、鍋ちゃん。東京唯一はな。グッとグッと力入れて俺らもグッと力入れるから。いや、こう入ってきよんね。そうそう、なんかね、適当なんですよ、ね、工事してるもんな、これ。車線が適当なんですよね。で、入ってきたがる車がいたら入れてあげることやで、はい、鍋ちゃん。わかりましたもんね。京都ね。そうそう、あ、この辺や。今日本当朝だったんですよ、納車が、はい、で、本当裏さらばに出すのはやっぱちょっと緊張するんで、はい、あの駐車場入れてもう置いとこうと思った。隠しとこうと思った。はい、そうそうそう。じゃあちょっと時間がなくなって勝ち合ってもうた。はい、そうですよね。俺らも一個トピックあったら何ぼでも動画にするからまあでも袋のアウディで一周行けますね。いけるいけるいける。アウディちゃん、あ、違う、ほぼほぼあれ映ってんやん。バウディ、バウディ、バウディ、バウンディ知ってんのお前。最近のやつやろ、最近のやつやろとか。なめちゃだからもうちょい早く、ブレーキもうちょい早めよ。でも、いやいや、でも俺結構ちゃんと分かってますよ。分かってる。人の顔じゃな、これはね。どうしてもあれ大丈夫、大丈夫。これけどあれですか、この一応家族会議みたいにするんですか、奥様は。あ、全く。あ、興味ないの。興味が。なんか旦那の買う車に。興味がない。古い車嫌やっていう女性多いじゃないですか。いや、そうよ。そこさえも別に知識ないっていう感じですか、ね。っていうか車欲しいとかないの、嫁は。ないです、ないです。すごいよね。それすごいな、車買うなんて家族会議、絶対家族会議して、うん、嫁の意見が入って。とかなわけじゃないですか。そうですね。え、引きこもり嫁違うよね引きこもりじゃない。引きこもりじゃないの。何で移動してんの。電車。え、じゃあもうこの車内ではタバコ吸うとですか。あかんよ。なんでそれは。違うね、嫁、それ俺嫌やもん。え、待って、うん、え、この車って嫁乗せるの。当たり前でしょ。え、何の車やんか。まあ、入れた方がいい。いやいや、ますますよ、うん、入れた方がいい。入れた方がいい。入れた方がいい。はい、優しい、優しい。で、自分が入った場合はハザードな。それは知ってる3回くらいな、はい、それしつこいな。これが池地の行くんやったら左折った方がいいんですよ。左のあっちの方入った。速度入った方がいい。ウィンカーが、ウィンカー逆やね。左、そうそうそう。はい、で、あの細い方が入って、ウィンカー閉まって、はい、で、こっち左とか、はい、左です。こうって、オッケー。この細い道行けるかな。いや、いけるやろ。いけるやろ。いや、まだ行く。結構細い。この先、この川沿い行くんですよ、左。え、この左、左。これ曲がる。それはやめよ、それはやめよ。じゃあ、じゃあ、まっすぐに、まっすぐに。うん、そんな狭い道やめた。ここ。あ、行けたけどね。いや、まっすぐ、まあ、あの信号、まっすぐ。まだまっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。これまっすぐで。これを、この左やね。左の方。あ、ちょっと止まろう。止まりましょう。止まろう、止まろう。あの前の信号、左です。え、じゃあこれ、あの、なんていうの、チャイルドシートもつけへんってこと。いや、だからナビとかもそういうのは全部もう一回僕が楽しんだからですね。楽しんで慣れてから。まあな、うん、でもな、ナベちゃんな、この車間のな、この右左の感じは、うん、あの、いいで。ありがとうございます。うん、うまい、うまい。いや、嬉しいっすね。ちょうどいいわ。
俺が一番センターから見れてるから。確かにな。本当に俺はあの俺だけ公平なジャッジしてます。右袋いやいや、もうこのまま入っていいよ。真ん中、はい、真ん中でいい。はいはい。まあもう一個右でもいいけど。はいよ。え、一回その行きます店。うわすごい。どっかで右ですか、僕は。はい、右で。あのもう右曲がる。いや、もうこのね、信号次を展開なんやな、こうた。ねえ、右な、曲がられへん。展開ってことは U ターン。 U ターン、 U ターンのできるとこがある。怖っ。あ、分かる分かる。斜め入るやつやろ。そうそうそう。ちょっとゆっくり走っときや、ゆっくり。もうちょっと、はい、あれ、三茶の駅の方じゃないですか。いや、もうこのね、こっち、ここまっすぐ、こっち左なんですよ。右、左、右、右。ふくろ、お前のちょっと、はい、あのゆっくり、あ、ほら、すごくタクシーがいる。ふくろ、言い方がちょっともう、焦る言い方してるから、やめて。何がゆっくり言ってあげよう。ゆっくり、もうちょいゆっくり喋って。僕はあの、よく事故してるんで。いや、それ、はい、そういうの言わないでほしいな。ここほんま怖いんで。あ、確かに難しいですよ。え、マジで。この、だから、あのミラーみたいな。え、うん、いや、まあまあ。車が止まるでしょ。信号、信号変わった段階で急がんでいいよ。で、これ右曲がったら左、一番左入った方がいいです。車線ね。すぐすぐ入った方がいいですね。あ、タクシーが行きました。はい。で、でね、これ次だ見て。これ行けるんじゃない？来てない。ほんま？ちょっと、じゃあ見てから見てから。あ、そうね。自分で目視して。行くよ。一番左。でももう右手にあるんやけど。近いんやったら、車止めるとこない。駐車場入れる？駐車場。駐車場入れるなら、でも、あるとしたら。入れんのか？あ、そうか。聞きに行こうか、まず。いや、多分。僕らちょっと聞いてきて。まだまだもうちょいこの信号を越えてください。もう韓国料理の口になってるな。確かに。あ、これ、あ、これ右手、これなんです。どれ、あ、これ、これ、ね、コーラ営業中。うわ、危ないやん。混んでる。でも一回こう全然大丈夫、乗ってたら大丈夫やから。ほんま、あ、もうちょい先行った方がいい。結構近いとこ。ち、何人？6人。袋後ろ見や。いや、5人やろ。これ袋折りたついてね、ハザードついてるか見てくれへん。ハザードで6人。これ開け方が分からへんねん。これ何、これ。あ、違う違う、それそう、これや、これや、ここや、これや。こう、はい。本当、旧車のこと分かってないな、こいつ。すいません。どっ、ガン閉める。ガサツやから。あ、入ってきた。あ、来た。どう、無理やろ。あ、入ってきた。どう、あれ、入ってきた。なんだ、どうした。いけます。いけんねや。え、YouTube も。はい。やった。狭い、狭いですけど、すごい、はい、大丈夫ですと。あ、じゃあ、じゃあタバコは。タバコは吸われへん。タバコはもう外。ほんま、袋が行く店ってなんでタバコ吸われへんねや。じゃあ、駐車場所探そうか。ちょっと誰か入ってた方がいいかもしれない。なんか、お前が入ってくれやから。いやいや、ええんか、駐車場。わかる。あ、そうか。じゃあ俺入っとこうか。あ、じゃあ。いや、山根さん行くん。仲間が。精神的、精神的支柱かな。大丈夫。じゃあ袋が行ったら。いや、こんなん駐車場なんかどっかあるやろ。まあ、左曲がったらある。でも、ちょっと遠いけどな。まあ、しょうがないでしょ。そこの大関のところは入れますね、タイムスね。ちょっと U ターンするか。一回 U ターンはもう無理し。いやいや、なめちゃん、ここで切り返し。はいはい、オッケーオッケー。言いたいことわかる、言いたいことわかる。言ったる言ったる。はいはいはい。右に切りながらな。はいはいはい。はいはい。で、今人来てるから。で、左からね。はいはいはい。はいはい、いいよ。はい。もう目いっぱい下がって、左切りながら。はいはいはい。さっき俺店の前で降ろしてくれる。あら、どうしたの。詰まった、詰まった。詰まった。いやいや、右、切ったらいけるよ。うん、これ、思いっきり切ったら大丈夫です。いけるいけるかな。いけるいけるいける絶対いける。全然いい。オッケー。で、あそこの地下中、大関って、はいはいはい、空って書いてある。はいはいはい。あれ、日中か。いや、大丈夫、近い。大丈夫。すげえ戻っていく。20お、9時や。あれ9時で終わりや。え、そうなん。駐車場1時は出庫できるな。まあ、あかんわ。じゃあ下がろう。はい、下がって。怖い。下がんの。いや、いける下がろう。これ出たるわ。じゃあこれ変わる。あのこっち、そっちの駐車場行くからな。こっち出る。うん、こっち。じゃあ、なおちゃん右切りながら下がろう。まあ、早く下がって。どうぞ。バックバック。大丈夫。うん、そのまま真っ直ぐでいい。今真っ直ぐでいいです。はい、どうだ。はいはい。真っ直ぐ下がって、真っ直ぐ。真っ直ぐね。もう切らず大丈夫。切らず大丈夫。はい、真っ直ぐ。はい、はい。お、前だとか。はい、ちょっと前。はい。ハンドル真っ直ぐにして。それなんかむずいねんな。ちょっと待って、人いますか。左切って左。ハンドルがさ、この窓が開けへんやなと思った。え、まあまあ、それはそれでいいよ。あ、タイヤを見ようとしたんですか。そう大丈夫、それ大丈夫。はい、バックハンドル真っ直ぐにして下がる。はい、ハンドル真っ直ぐ。ハンドル真っ直ぐなってるか分からへん。で、もう逆ですね。ハンドル真っ直ぐにしてな。もうなってる。左に切らなかった、左に。なってる、今ハンドル真っ直ぐ。どうぞ、すいません。はいはいはい。そんなもん。で、後ろに下がる。まだね、まだね、今人。森田の声がでかすぎて、オーディエンスがちょっと集まってます。
まだやんな、まだやんな。声量が大きすぎる。大きすぎないあいつ。ほらもう店から出てきてるもん。何事かみたいになってるから。はいはい。はいはいはい、右手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 、はい、バク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 、めっちゃ目立ってるよこれ。はい、左、左切って、左切って、はい、はい、もう左、左、左、はい、で、あの信号左ね、あの信号左、はいはい、危ない、オーケー、危ない、危ない、おーい、いやちょっともう初めてにしたら、なんか世界丸見えでこんなありますよね。もっとゆっくり、でも一人やったらもうでも無理やろうな。まああの後ろはちょっと怖いわな。入ってもないと思うわ。左切っていきましょうか。はい。はい、来てて、3つ空いてるんで。はい、もうこのまま、あ、そのまま真っ直ぐでいい。はい、真っ直ぐで、ちょっと右切りながらバックです。はい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 、オッケーオッケー、はい、あ、いい感じ、はい、もうちょっと、はい、いけてる、めっちゃ綺麗に、てんやわんや、結構な綺麗なのに乗り越えましたね、今。あそこ。あそことか。あと、言われた通り動いてるだけでさ、もう自分で感覚を学べてないから、もうこれ、246とかいけてるかも、全然問題ないで。コーラ。なんていうんですか、コーラ。そう、大丈夫や。意外にバックは一発で開いてた。あ、そう。じゃあ、ブックル。いけんねんけど、いけんの分かってねんけど、ここでお風呂さん。もうええわ、ここで。取り皿食えへん。だからここに入れて、もうレモン、レモンもっともらおう。